東後飛行廃寺後飛行廃寺後の一飛行、廃寺後は高知県南国市飛行にある古代寺院後、東後は国の史跡に指定されている。高知県中部、高知平野中央北部の国部川北岸の自然堤防上に位置する。1969年度、1990年度、1994から1995年度に発掘調査が実施されている。 発掘調査によれば、白宝紀の7世紀代に在地豪族の宇治寺として創建された後、奈良時代の8世紀中央以降に仮乱整備がなされ、平安時代中頃の10世紀前半頃に廃絶したと推測される。現在では、陶神祖のみを依存するが、この陶神祖は土佐地方で最大規模になる点で注目される。地域のうち等跡は1934年に、 国の史跡に指定されている。創建は不詳。発掘調査によれば、7世紀代に在地豪族の宇治寺として創建された後、8世紀中央以降に塔が混流されるなど仮覧が整備されたと推測される。仮覧整備の時期は、土佐国府跡の拡充と交往する。その後、10世紀前半頃に異物の一括陶器が行われていることから、この頃に廃絶したと推測される。 在地豪族の氏寺としての創建後については、国府寺に転用されたとする説、国部天寺に転用されたとする説などが挙げられている。前者は、飛行廃寺が、土佐国府の北東に位置することを根拠とし、後者は出土川原に、土佐国分寺と同伴のものがあるほか関連地名も、残ることを根拠とするが、通常の国部天寺には、党が見られないことから否定的な意見もあり、 現在までに確定には至っていない。近代以降については次の通り。東進素質度河原高知県立歴史民俗資料館、展示、地域は明らかでない。推定地域の東側で南北港が検出されており、これが東端の区画港になる可能性があるが、西、南、北側では未だ検出に至っておらずつまびらかでない。またガラン配置も明らかでなく、現在では、 主要ランとして、当、祖先建物二棟のみが認められている。かつては出土瓦、出土地点から放流時式ラン配置とする説も挙げられていたが、現在では否定的である。以降の詳細は次の通り。地域からは多量の瓦が出土しており、軒平ら瓦のうちには放流時系のスイカズラから草門用が認められる。瓦供給用は末古用後の一用とされ、 国部側を利用して運ばれたとみられる。なお時代は遡るが、出土遺物のうちには、遠藤埴庭編がある。付近では、古墳は確認されておらず、遠藤埴庭の形態、調整は、藤原大塚古墳出土の遠藤埴庭と同じである。ことから、飛行廃止が、藤原大塚古墳の被葬者の松江一族の、宇治寺として建立された可能性が指摘される。ありがとうございます。